みなさん、こんにちは。しおりみちゃんねのしほです。はい、ということで今回はね、私最近ツイッターとかインスタグラムを始めまして、あといってもアカウントはねずっと前まであったんですよ。でも私はね、写真あげるとかツイートするとか今まで全然やってこなくて、最近ねやり始めたんですよ、ストーリーとか。まあ気になる方は見てください。でですね、私気づいてしまったんです。アイコンが古すぎるなと。もうほんとね、このね、もう見ます、インスタのやつは5、6年前なんですよ。多分私が1年生、ぐらいだよね。2年生ぐらいなので、私も6年生なんですよ、6年、5年ぐらい前の、やばいな、変えなきゃなと思って。でね、あと聞いてください、ツイッターはあの写真は2年前の潜在写真なので、まだね、まだ良かったんですよ。けどプロフィールはアイカツ、プリパラなんだっけな、アンパンマン、ガチャポンが好きな女の子たちの日常を届けていますみたいな感じの内容で、はぁと思って、ほんと1年生、2年生の頃のね、全然ね、そう、ママとパパがもともとそう SNS あんま苦手で、パパは特に苦手で、ツイッターとか全く興味ない人なんですよ、パパは。でママも動画が上がったら、その動画の紹介みたいなのがこう上がるようにっていうのは、見てねみたいな感じのツイートが、それしかやったことなくて、あんま普段つぶやくこととかしない夫婦なんで。そうなんですよ。だから、ね、そう、疎いんですよ、本当 SNS。そうなんですよ。だから本当に、だから、プリキュアが好きな女の子たちの日常を毎日届けていくよ、的な感じのがあって。そう。そう、もう作ったまんまじゃん、みたいな。6年前からずっとこれなの？そう、やばいよね。最近変えました。聞きます？皆さん。ですね、今日変えて、今日なんですけど、変えたの。ちょっと。今日なんですけど、しほりみチャンネルではルーティーン、Vlog、スクエア紹介、部屋紹介などを中心に動画を投稿していきますみたいな感じの絵文字をつけて、はい、やってます。今では机紹介とかね、ルーティーンとかになりましたよ、6年かけて。そうなんだ。そうなの、プリキュアとかね、プリパラとかではなくなっちゃったのね。アンパンマンとかね、ガチャガチャとかね、たまにガチャガチャやりますけど、そういうねやつになりました。はい、どうですか今のアイコン、どれ、インスタやばいよね。インスタですね。あ、インスタのアイコンやばい、これです。やばくないですかこれ。ちょっと待って、私がピン合わないミントがこれです。やばくない、やばいよね、このこの時まだウームさんに入ってない時で。あ、そうなんですか。そう。でもウームのスタジオじゃなかった？あの YouTube スタジオ、 YouTube スペースっていうさ、ウームじゃない、あるじゃん、 YouTube スタジオ。下にあるね、そう、 YouTube スタジオってあるじゃん。あるよね、そこでやった教室のスタジオとか。あ、そう、教室のセットとかあったところ。あの、でも同じビルだよね。あ、まあね、六本木ビルの上か下かどっちかね。その辺にある。その辺、そう、六本木ですね。六本木にあるね、ラジオでね撮ったプリクラでございます、で、こちらも6年ぐらい前なので。そう、この時はね、なんか人見知りすぎて、私たちが。そうだね、友達いなかった、 YouTuber 友達がゼロで。そうだね、みんな始まりましてで。そう、そこみたいな感じだったんですよ、友達って。そこで初めて、なんかこういろんな YouTuber さんが来て、あ、あ、ベイビーチャンネルさんだみたいな、あ、ニャーニャーチャンネルさんだ、ほんま、あーみたいなね、小さくない、かわいい、ちっちゃ、足細みたいなね、そんな感じだったよね。ファン目線でして、そうその時、うわーみたいなね、圧倒された。もう3人とも足細くて、かわいいみたいなね、同い年と思えないなとか思っちゃったりして。懐かしいね、懐かしいね。ほんと YouTuber ともゼロでして。ゼロだったね。あの時はすごい人見知りでしたよ、私。よくここまで成長できた。まあよくここまで続けてきてるよね。だね。だいぶね、人見知り治ってきて、だいぶ成長したなと思います。だいぶ喋れるようになったよね、あなたはね。に昔全然喋れなかったもんね。本当に、お母さんの力がないと、動画で本当にね、無言でこうやる感じの動画しかなくなっちゃうぐらい、本当に喋れなくて、紹介が苦手だったんですよ。
どんな言葉を使えばいいのかな、どんなことを喋ればいいのかなって考えれば考えていくうちに、どんどん言葉がね詰まっていくっていうか、うなんていうか全然喋れなくなっちゃって。で昔はママは声出ししてなくて、でも声出ししないと全然喋んないから、はい、本当にね、だからそう10分間無言とかもやばっ。でママの後にママが言ったことを真似してっていう風に言ってやってたんだけども、はい、編集が大変で、だったらもうママ喋っちゃおうかなってなって、途中からママが喋るようになって、そしたらめっちゃ友達とかにママめっちゃ喋ってんじゃんとか言われてごめんね、私のせいで言われたんだけど、マジで喋ってないみたいな友達のママさんとかにめっちゃ突っ込まれてもうママがもう喋るチャンネルになったのみたいなもうママ一人ラジオ行けるぐらい喋ってるね、めっちゃ喋ってるじゃんみたいに言われて、超恥ずかしかった、ね、まあ私がね喋れないとかもあって、ね、今はもう全然ペラペラペラ喋れるんですけど、今はもう逆にね喋れるようになったからやばいよね、うん、うるさいぐらいです、ね、最近二人で喋ってるとマジうるさいね、うるさいよね、リミがポツンみたいな、無言でうるさいゲームしてるから本当うるさいみたいな感じの態度を取ってきて、思春期怖っ。いやゲームか、ゲームだからか、次ゲームだからだと思うけどね、ゲームかも分かんないけど、あの子はゲームだから怒ってるのか分かんない、ゲームしてんだけど本当やめてくんないみたいなさということでちょっとね話脱線しちゃいましたが、はい、今回はねこのアイコンをね変えていきたいと思います。でね、プリクラを撮って、そう、超加工詐欺言っちゃってるよ、めっちゃ追っちゃって加工詐欺、ね、アイコンにしたいと思います、まあ、とりあえず自撮りとかよりも、うん、プリクラが一番盛れるなと思って、うん、でも変わりすぎちゃうのも良くないからねまあとりあえずプリクラを撮りに行って良さそうだったらアイコンにして、もしなんかすごいもう激減はさすがに変だから、あまりにも変わりすぎてだったらこう普通のまあアプリで自撮りしてみたいな、とかね、とりあえずね変えないとそれやばいからね、そろそろ本当に、そうなんですよ、なのでちょっとね今からプリクラを撮りに行きます、はい、じゃあ行ってきます、レッツゴーこれジャンプできないから座ってるから、ね、ゴー